地がドローンに占領されている。奪還しよう。民間人を無差別に攻撃してやる。街がドローンに占領されている。奪還しよう。民間人を無差別に攻撃してやる。ご所得市民を守れ。 EDF が助かるぞ。兵士が来たぞ。諦めるな。避難しろ。急げ。ドローンを撃て。民間人を守れ。それまで持ちこたえろ。マザーシップ進路そのまま、通過まで間もなくです。マザーシップが来るぞ。攻撃は必要ない。通過させろ。ドローンの破壊を続行しろ。マザーシップはドローンを投下しながら移動している。警戒は怠るな。警戒、俺たちの武器じゃ歯が立たないぞ。敵はドローンだ。数を減らばその分犠牲者が減る。やるぞ。対空砲はまだか。全機破壊しろ。
ソンシップ同様下からの攻撃なら撃墜できる。情報部でもその可能性は検討していました。ですがマザーシップが停止しなければ攻撃は難しいでしょう。戦局報道です。世界各地で戦闘が続いており、我々の損害は日々増え続けています。しかし EDF の反撃により敵側の損害も大きくなっている状況です。敵は母星から遠くまで次第に消耗しつつあります。戦いは優勢に進んでいます。作戦終了だ。引き上げろ。マザーシップの追跡を続行。チャンスを見つけ次第地上戦力を主体とした撃墜作戦を発動させます。必ず奴を撃墜してやる。シップか。まあないんだってよ。出席いるうちの9番目だ。 AFV 前進。歩兵部隊は AFV に随行せよ。地上部隊は怪物を攻撃せよ。マザーシップは空軍に任せろ。だというのか。
エルギヌスを誘導している。怪物の駆除を急げ。メイルワン、前方の怪物を駆除しろ。攻撃 EMC を守れ。
6。作戦は失敗した。ヤツの逃走進路を確認してくれ。エルギネスの進路に戦闘中の部隊がいます。何？まずいぞ。避難させろ。こちら K6、作戦は失敗した。逃走進路上の部隊は速やかに避難せよ。死につけ。しつこい奴らだ。どこまでも追ってきやがる。こんな埋め立て地じゃ逃げることもできねえ。このネズミになっちまった。逆だぞ。檻に囲まれた状態だ。しつこい奴らだ。どこまでも追ってきやがる。こんな埋め立て地じゃ逃げることもできねえ。袋のネズミになっちまった。逆だぞ。檻に囲まれた状態だ。迎え撃つならここしかない。水に入れば動きが鈍る。そこを狙い撃て。狙撃班頼むぞ。今だ。撃て。動きが鈍ってるようには見えないぞ。浅瀬じゃダメだ。奴らは大きすぎる。若い怪物はさらも吐かないが、しぶといぞ。簡単に殺せると思うな。撃ち続けろ。奴らは鋭い牙で獲物を捕らえる。
州で巨大な飛行体が確認されました。初めて観測される敵船です。データにない船、敵の新戦力、規模数十隻の大船団です。それほどの規模か。今度こそ持ちこたえられないぞ。現在敵船のデータを収集しています。こっちから来るぞ。お互いを援護しろ。まもなく目標エリアです。こちらでも確認できている。埋め立て地では着地できる場所が限られます。ウィングダイバーは本来の力を発揮できないでしょう。十分に注意してください。スプリガンにその心配は無用だ。殲滅目標を確認、行くぞ。ふるさと、怪我させはしない。あれが新型の敵船か。とんでもない大きさだ。空飛ぶ要塞か。しかも大船団だと聞いたぞ。プライマーにはまだこんな戦力が。敵の巨大兵器と遭遇、攻撃を受けている。機械の兵器が降りてきたぞ。Thank you.
人型兵器と戦闘中、救援を。敵船はアンドロイドを投下し続けています。まだ投下を続けているぞ。なんて数なんだ。多すぎるぞ。地上を機械人間で埋め尽くす気か。それを知らない兵士や数を頼みにした手堅い信仰、最も対処が難しい相手です。策はないんだ。アンドロイドが地上を埋め尽くす。そんな日が来てしまうぞ。
性能は未知数だ。だがこの局面で送り込んできたということはより強力な兵器だと推測できる。十分に注意しろ。重武装ドローン、弱点が分かって被害があって、恐ろしい相手だ。
見しました。少数だ。我々が全て撃破し戦局を好転させる。任務完了だ。働いた奴に勲章をもらってやる。上空に敵船を確認。敵船に変化あり、船体の一部を切り離しています。アンカーが撃っている。
投下、アンドロイドを送り込んでいます。まずいぞ、これ以上アンドロイドが増えてみろ、奴らの方が多数派になるぞ。追い出されるのは俺たちってことか。データが取れました、感謝します。以後新型テレポーションアンカーをテイルアンカーと呼称します。信じられない、敵の計画の上を行くなんて。プライマーが何をしてこようと我々はそれに対処する、知力を尽くして。最高の怪物駆除チームだ。ブルージャケットの力を見せてやれ。さあ、やった。敵を近づけるな。射撃始め。この戦術で無数の怪物を倒してきた。こいつらも獲物にする。怪物風情がブルーだけで叶うんだよ。怪物を率いる英雄がいるぞ。怪物のリーダーってわけか。分かったか。それにしても大軍だ。信長になった気分だぜ。
なたですか。